世界紅れない漫字アザ会は、同教系の宗教団体、道院に付随する収容事前団体。戦前の中華民国及び満州において赤十字社に、準ずる組織として活動した。略称として、紅れない会とも呼ばれる。世界紅れない漫字アザ会の母体である、宗教団体、道院は、民国5から6年頃に山東省、浜県知事であった。 五福林と中防衛庁の劉少期が検証の大戦保護に、小正との祭祀団を設け、祭祀団前にて高古島と修徳鈴を伴って伝統的なタスクを用いていたところ、ある日、イタリ製仙天堂祖降臨の御神託が降りたとされ、これが動員の起源と伝えられる。動員設立にあたって、森、牧清市や中華民国第四代総統、女性省の弟である、 女性校など有力者の一部が設立を支持している。民国9年、森、牧、清をはじめとする有力者48人の信者が、診断を災難不条内の劉正記の自宅内に移し、選挙に、十時、1921年に、動員の設立に至る。世界紅万事あざかいなどの不随組織が派生した、頃には宗教団体として組織化し、 北京動員及び新京動員と2カ所の総員が各地域を代表し設立期に利用された流野式跡は災難動員と呼ばれ最上位機関としての役割を担っていた。1922年世界紅れない万事屋座会は中華民国三等省災難府において政府の批准により組織された。動員の付属施設機関であり大網二項の収支に基づいて 慈善博愛の善行を拒弁する二重事業の執行機関とされた。世界紅れない字あざの赤色の印、漫字は、紅は赤星を象徴し、漫字は、吉祥雲海と称して仏書を象徴させたものと言われる宗教的なシンボルである。日中戦争当時は、上海などの一部地域を除けば世界、紅れない字あざの方が、赤十字社より、はるかに活動しており、 認知度も高かった。満州事変以前から日本では傀儡政権を担う組織に適していると考えられていた節がある。1937年の日本軍による南京占領の際には日本の法政大学に留学した経験のある南京文化会長、東尺層が南京自治会長に任命された。ただし、病気を理由に執務はしなかった。 世界くれない字あざかいが行う事前事業には、高級的なものと臨時のものがあり、高級的事業として、委員、平民学校、貧民交渉、おしじ会、印理局、育英堂、残廃院、万字日々、新聞、地図民印刷所などのほか、いくつか事前事業があった。1929年9月、 満州及び北平等の暮れない万事矢坂会幹部が日本の京都佐賀の人類愛善会訪問、翌年に人類愛善会が渡航し、宗教、国籍の違いを超えた世界平和実現活動を前提とした提携関係を築いた。南京事件で話題となる遺体の埋葬は臨時的事業に属する。事変での傷病平民の看護や埋葬は本来の事業ではない。 末光隆義、品の秘密結社と事前結社に掲載されている、世界紅れない万事あざかい救済隊規定において注目されるのは、本会の救済隊員はで、起こりに再始戦時候補により従軍救護するものとす、とし、需要品を帰戦記者等に輸送する場合は、陸海軍人同等の特偶を受けくるものとすと、されている箇所である。 世界紅れない漫字屋坂には赤十字社に匹敵する特殊な地位が与えられていたことを示すものと考えられる。白字の代に紅れないの漫字は妊婦の征服の認識表であり日中戦争の写真に見ることができる。中国本土では共産党政権によって活動が抑制されており、現在では香港に本拠地を置いて事前事業に特化した一つの宗教組織として 活動している。また学校を香港に2校、シンガポールに1校設立し教育活動も行っている。また、日本を含め、東南アジア各所などに支部が置かれている。日本では、道院高満寺や座会の主催神、イタリー聖先天老祖は、道院と大元の提携により、出口鬼三郎が、イタリー聖先天老祖、大国のとこちのの大神、 雨のノ中主のの大御神,神であると神が見した結果、本校大本高大神イコールイタリ製先天道祖となった。他に、北極の神、北極神会の主祭神、伊勢下空の神などと称されている。世界紅れない万事あざかい救済隊規定、第一条本会は、思考最速第26条の規定により救済隊を、組織し災い民を賑やかなしず亡者の救護を目的とす。 第2条本会の救済隊員はで、起こりに再始戦時候補により従軍救護するものとす。第3条本会より、催眠、昇兵、および医薬材料糧食等の需要品を帰戦記者等に輸送する場合は、軍隊の長官に請求し陸海軍人同等の得、偶を受けくるものとす。第4条本会救済隊員の職務執行に、使用すべき家屋、船、 車、量食、馬筆等は、軍の長官に請求し随時補助を受けくるものとす。第5条本会救済隊員は出発後、後方によって、臨時委員及び扶助収容所を設け、商兵及び難民等を、診察治療す。第6条各隊員は等しく人類の救済を、目的とするをもって、精神を、人死いずれの軍民を分かたず等しく救済し、 教区別をなさざるものとす大苦情本体の十字救済事業は、各事前団体と連絡協力し救護所の精神を発揮すべし。第十条各隊員は、職務執行に最資格外会起こり級の森寺お及び各自に四寸角の所属隊の旗印検証を、不死すべて用品には、くれない万事児の印を付して、認識に瓶ならしめその隊長その随員の、 左のこうただし田田隊長、主任、隊員の制服は、両葬式とし夏は、白色冬は、青襟両端に、帽子名を左右に世界暮れない万事屋境井救済の、貴重を付す。袴は式等しく、黄色を用意、帽子は黄色、夏は、白色布の服を用意、帽子気象は、大型の白字中に、金色の暮れない万事屋材を刻み込む。 隊員の等級は、帽子の金銭を持って、区分し、左の胸に、会長のミノルインをおなつしたる、認識章を廃養せしめ、査察にしす。おつ、妊婦の制服、藍色バカマを用意上着の前後には、楕円形の白布を持って、大紅万字字の印を入れ帽子もまた藍色にして、前面に大万字くれない字の文字を入れかつ、認識章を付す。第十二条本会話、 隊長一人各部に、主任二人副主任若干名医師若干、名妊婦若干名隊には価値で起こり従軍救護に、従事士各隊の連合組織の形を設け、救済隊指令をして統率せしむ。第十五条各員は傷防兵民を発見するときは一面救済すると、共に本人の所属部隊指名副総副高等を、いちいち調査し人民にありては、 受賞者の指名年齢本籍住所等を調査し、以上の事実調査不能の場合は、死人の人相着衣等を詳細にしかつ、携帯品等をいちいち明記し司令部及び本会に報告すべし。ありがとうございます。